前村咲は、日本の元女子、プロレスラー。2001年に全日本女子プロレスに入団。10月28日、東京、高楽園ホールにおいて、対、北上千恵美戦でデビュー。2005年4月17日の同団体の解散まで、所属した。2005年全日本女子プロレス解散後、フリーとして、エタシーズなどに参戦し、9月にフラッシュ7の高橋、7へ。 ヒカルとドリームキャッチャーを結成した。2006年10月1日ドリームキャッチャーを発展解消させたプロレスリング3の旗揚げに参加。2007年5月6日、スティーブ・コリノと対戦。前戦するもノーザン・ライトボムを喫し敗北。2007年10月7日、大阪大会で J.M.E.D. を破りアワーチャンピオンとなった。01マックスの高橋冬樹のギミックである車冬。 二郎の桜としても兄の奮闘ぶりを応援する妹役であった。2008年3月のシリーズから前村先に改名した。2008年12月の01マックス新宿大会にて2009年4月に同じくチックファイツさん所属のヒカルと共に引退することを発表した。2010年、同郷のプロレスラー藤田稔と結婚。2014年6月1日、 元同僚夏木太陽の引退セレモニーに第二子を抱いて来場。2015年、藤田と離婚。真剣は前、村が持つ。2016年10月2日、頑張れプロレスにて藤田咲として現役復帰。タッグマッチで全部である藤田実と対戦する。現在でも現役レスラーとして活躍している。 10月2日頑張れプロレス後楽園一部カード決定。大似た厚参戦。藤士富のるは元嫁とタッグで対決。DDT プロレスリング公式サイト。2016年9月2日閲覧。ありがとうございます。